はい、どうもこんにちは。じゃじゃん、マイネオのスマホルーチェ、これをですね1週間ほど使わせていただいておりますけどもね、水に入れちゃっても大丈夫。おお、落としちゃったけど大衝撃なんですね。これぞスマホといったサイズでね、使いやすいサイズ。厚みはそれなりにあるんですけどもね、その分この丸みを帯びたデザインでね、やっぱり握りやすく作ってある。この裏面のストライプがね、またね、滑りにくくなってていいですね。ファブレットじゃない、従来通りのスマホサイズってことはね、片手でキーボードが打てるんですよね。キーボードの端っこまで指が届くんですよね。それで僕このルーチェをお借りしてる間にね、旅行に行ってきました。高速バスに乗って富士山の方に行ってきたんですけども、高速道路走っているにもかかわらずちゃんと電波つながっていてね、 YouTube 動画が見ることができました。なんと au の 4G の LTE 高速データ通信ができると。実際ね、山中湖のね、富士山が見えるホテルまで行ってみて、僕が普段使ってるのよりも電波状態非常に良かったんで、こいつをメインにしてテザリングして使ったりなんかしちゃったりなんかしました。まあ、いくらなんでもね、常にマイネオのSIMがね、勝っているとは言いませんよ。でもね、この旅行してる間に限ってはね、僕はこのルーチェをずっとメインの端末で使いました。これで全部テザリングしました。実際にテザリングした使用例としてはですね、先日アップしたこの自走式ドリーエンジンという YouTube 動画ね、これをマイネを使って、ルーチェを使ってテザリングをしてアップロードしましたからね。アップロードですよ。で、あんまりテザリングとかしてね、動画とか見てるとデータ使用量気になるんですけども、マイネオの場合はマイページ、ウェブサイトからこんな風に簡単に見られるわけですね。残りどれだけですよっていうのがすぐわかる。でね、データ容量いっぱいいっぱい使っちゃったなっていう時もね、チャージがすぐここからできる。ね、100メガバイト単位でね、かける何個って今すぐチャージできてしまうわけですね。防水防塵、落下にも強くて電波が通じるとなるとね、これ旅先でのアクティビティもね、いいんですよね。いっぱい写真撮っちゃったよ。もうダイヤモンド富士とか撮影してね、すぐさまこれ電波繋がってるから Facebook にアップロードできますしね。あと、推しの八海。ね、山梨といえば推しの八海でございますけどもね。それもね、水辺でね、安心して取り出せますね。水辺で写真を撮るのが安心してできるっていうのはすごくいいですよね。まあ、そんな風にね、旅先で撮った写真をね、SNS にアップロードしてね、いいねもたくさんいただきました。その他いっぱい撮りためた写真をね、Google ドライブの方に全部アップロードしちゃいましたけどもね。基本データ容量の方がですね、1GB 月額850円からとなってまして、家族間でデータ容量のね、通信容量のシェアもできてしまう。その上ね、データ通信容量が余ったら翌月に繰り越しもできるということです。格安 SIM サービスのマイネオ、そしてこのスマホルーチェでございますね。とっても小さくて持ちやすい端末なんでね、ポケットルーターの代わりにね、 Wi-Fi ルーターの代わりに持ち歩いてもいいんじゃないかなと、そういう気はしました。ちなみにですね、Google が Android 4.3 以下のバージョンをね、サポート打ち切ったということですが、このルーチェの場合は、Android 5.0 ではないですけども、Android バージョン 4.4.4 ということでね、セーフ!セーフ!全くの余談になりますけどもね、このマイネオというサービスね、K-Opticom さんのサービスでございましてね、私個人的にですね、動画共有サービスが流行り始めた頃にね、K-Opticom さんの動画共有サービスの立ち上げにね、ちょっと関わったりなんかもしましたけどもね、そういったご縁も感じながら今回はルーチェ使わせていただきました。はい。格安SIMサービスのマイネオとルーチェ、このスマホルーチェでございました。